この番組はアラサーのなるみとアラフィフしの忍がアメリカの生活を独別に切っていく番組ですインスタグラムやユーチューブでのコンテンツ配信あとは「毒舌コミュニティ」と称したオンラインサロンでは非公開エピソードとかあと独占映像なんかも盛りだくさんです「ドクアメオンラインサロン」はドクアメトコム、インスタグラムは「ドクアメアンダースコアオフ f i c そしてユーチューブは「ドクアメショートストーリー」で探せますのでぜひチェックアウトしてみてください つぶやきから入っていきたいと思います。はい、私のつぶやきはですね。あのー、まあ、2つあるんですけど、1つはなんか梅雨がなかなか終わらないっていう、うん。あら、まだ梅雨、ま、そうなんですよ。まだ梅雨なんですよ。<ー>沖縄って結構い,いつもどのあの地方の人たちよりも早めに来るんですよね。うん、梅雨ってうん、うん、でなんかすぐ終わるんですよ。沖縄の梅雨、そこまでなんか梅雨っぽい梅雨がないので、うんうん、なんですけどこと。今年はすごい長い。うん 梅雨時期が続いていて。今でもう一ヶ月超えるぐらい梅雨なんですよ。あ、もうそんななんだ。はい、そうなんです。だから、なんかあの、もう全然対応もあんまり出なくてっていう話。うん、時期が続いていて,て、で憂鬱になるんですけど。うん、一言ジェイコブ。うん、なれます。なれます。でも一言ジェイコブが。うん、なんか、あの、言った言葉が、あそうだなと思ったのが。うん、あの、彼が。 あ、サンは just taking a vacation right now って言ったんですよ。うん、なんかこう一年働いてるけど、一ヶ月ぐらいはバケーション取ってももういいんじゃね？みたいな話になったときに、確かにその通りだなと思って、ちょっとまあちょっと許せたっていう。確かにあの私我々もね。考え方。そうですね。我々もバケーションを取ると、あのサンも時々バケーションまあそんなコンセプトはないです。ないですけど。考え方ですね。ないです。 考え方確かにねサンディサンデスーベルバケーションだなと思いながらそうそうでございますねでもねでもそんな分かってるんだけどでも I deserve sunshine みたいなねそうですよねでもまあそんなことをちらっと思ってちょっとき気持ちが晴れ憂鬱さが晴れたっていうのとであと一つはあの父の日が来るじゃないですか19日そうなんですよ父の日って私家族の中で一番父の 誕生日とか父のプレゼント買うのが難しいんですよ。 あなるほど。他の人はなんかこう大体こういうのが欲しいんだろうなって結構推測できて買えるんですよね、うんうん、例えば志のさんに何かプレゼント買う時は、うん、多分これが欲しいんだろうなっていうものがなん,かこうなんとなく分かっててんとなく分かってて買うんですけどでも父は欲しいだろうなと思ったら全部持ってるんですよ。そ、うんうん、そっかそっかか、うん。持っている上に彼が欲しいものって高いんですよめちゃくちゃ。 少なくいいものそうなんです、ね、そうなんです。安ければ本当にあの 古着屋彼のなんかこう好みもすごい T シャツのサイズとかから、うん、袖の長さズボンの長さまでかなりスペシフィックに決まっているので<ー>なんかこうあげて,買って履いてもらえた記憶がないんですよ。わわかかるるな <laughs> そういういのううこだわりがあらで私もそのタイプなんで私も、うん、あの欲しいものを一個ちゃんと買いたいタイプなんで長く使いたいから。うん、でかるんですけど、うん、だからそれがなんか難しい 何を今年プレゼントしようかなって思って考えててススーーツケースにしよようかなと思ったんですよ、うん、あのどうせ中古しか買わないからそしたらお母さんが「うん、スーツケースなんて小さいのから大きいもの全部ある」って言うから「うん、<laughs> <laughs> あそうかじゃあ全部あるのかじゃあ何しようかな」と思って、うん、あの何、ー、てんですかリカーストアそういうこのアルコールがあるところはあんまり父も母も飲まないんですけど、うん、ちょっとは飲むんですよ。 寝る前に。うんうん、でそこであのえつモエットっていうモエっていう名前のシャンパンがあるんですけどうん、うん、あこれにしようと思って、うん、私たち初めて去年シャンパンを本物を飲んでうん、うん、あやっぱ本物ってこんな味がするんだっていう経験値を積んだんですよ。 でも普通にシャンパンなんか5000円買わないじゃないですかそうねねなんかいはでもシャンパン地方のシャンパンじゃないとシャンパンじゃないじゃないですかただのスパークリングワインじゃないですかだから経験をあげようと思って今年はシャンパンを買いましたいいじゃない経験をあげようっていう考え方いいねはいジェイコブと一緒にシャンパンを買ったとちなみにジェリカに聞くとしのさんもなんか難しいって言われたんですけど何かプレゼント買うのがああ そんなことないよ。<laughs> 本当ですか。だからなんか使う。のさんはじゃあもらったもので何か使ったなとかありますこれは使ったなっていうもらいもの。えぇそして何をもらうと嬉しいですか逆に。でもなんでも嬉しいんだけど。うん。なんでも嬉しいんだけどね。あの基本的に子供たちとかに言ってるのはこう、消費するものをうん。 くださいって言ってるけどねあのそれこそ何<ー>んだろうな,なんて言うんだろうちょっとちょっと高いあのコットンパフとかあのあ,あんまりこうずっと置いてあるもの例えば家の飾り物とか、うん、写真フレームとかなんか、うん、そういうのはもういらないんですよ。 もらってもあのどこに置いていいか分からないしもう十分物がありふれている状態なので、うん、だから、物は欲しくないだから、消費物、うん、本当においしいお,、うん、お菓子とか飲み物とかあの、うん、本当にこうすごく高い調理品とか,なんかすごいめちゃめちゃ高い、うん、あのバージンオイルとか分からないけど、うん、そういう本当に自分ではあんまり買わないけど。 でも結局料理はするからそうなっても使うじゃないでお味しいと思うじゃないすごいなんか極上の塩とかねはい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 そうそうやつそういいところのだしパックとかねそういうのは一番嬉しいなって言ってでも多分エリカの場合はすごいね彼女も私と似ててあのめっちゃ考えるの好きなんですよ誰かに何かを贈るもの時に すごい考えていろんなことをこ,うこねくってこねくって買うの好きなのね私もそうだからすごい分かるんだけど、うんうん、でもそうするとやっぱりこう何て言うの買う側の気持ちが,がすごい膨らみすぎちゃって多分もらう側がちゃんと普通に喜んでても。 うん、なんかあんまり喜んでくれてないと思,思っちゃうわけよ <laughs> それはなんかこうどっちが悪いわけでもなくてね、はいはいうん、そうですね、うん、確かに、はい、確かにそうそう,そうだから、うん、本当にあのー、こうえりえなんかエリカのこの気持ちが分かるからこそなんかこう私は結構、うん、なんとなく一生懸命喜んであげてるつもりなんだ私の中では <laughs> はいはいはい <laughs> 難しいって思っちゃうんだ難しいんだろうねう,うんうん なんかようとしたもう忘れちゃったな。でもわかりああれ使いましたちなみに私があげたあのバスバムラッシュの。あ使いましたよ。どうでした？でもさ一個じゃなんかもったいなくて。はいはい一個で一回あの大きいやつ一本でやるのですよ。でももったいなくてあのすくってザルに置いてアンリの半分腰。私もそれやります本当に。あ本当にそれはねやりますね。 わ <laughs>、うん、かります。ああれって結構大きいですもんね<う>ラッシュの。そうなんかあんな、ね、もう贅沢なあんな一個丸丸なんてもったいないと思っちゃって。うん。<laughs> あ,<の>あでもあれ,あれって結構色付きません？ あ、もう、そう、そうね、それは思った。そうですよね。うん。今回、その、あの、ショーンのバスケでマイアミの遠征に行くんだけど、明日から。はい。その、あの、バッグナれみちゃんからもらったバックパック、初卸ああ、ありがとうございます。あの、ベースの。そう、そう、バックパック。そう、そしたら、ショーンがそこお、いいの。 Can I use that って言われたけど。<laughs> あ、本当ですか嬉しい <laughs> ダメだよ。ダメだよダメだよ。なみちゃんの私のがみたいな。<laughs> 嬉しいな、なんか、すごい嬉しいです。<う>ショ児になんかこう、男の子に褒められるのって結構嬉しいですね。センスを褒められるのって、こう出して、こう、パックパックした後に、こう、出して置いといたら、速ショ児に言ってました。なに、うん、それ?た。 嬉しいだ <laughs> から、ね、アシュリーに褒められるのとショーンに褒められるのがちょっと違って、うん、私はショーンに褒められるのがすごくうれしくてアシュリーに褒められるのも嬉しいんですけど、うん、アシュリーってほぼ何も気にしないタイプの子だから <laughs> 何でも OK 何、うん、でも喜んでくれるし、うん、何でも OK だからいいんですけどショーンはかなりこう美的センスが前面白さか話したみたいにあるから。<laughs> <laughs> そうそう、美意識高いから、ショウに何か怒りいいじゃんって言われると、ありがとショウンって思うんですよ。私あげたパーカーとか着てくれたりとかすると、あなんか私もまだまだだな、あまだまだとか、あのまだまだあの若い子を理解してるなって思えて嬉しいです。自分の自分のこのおしゃれセンスはまあいけてるな。そうそう、三十手前だよね。そうなんです。イケてるね。あの自己自己肯定感がショウによってあげられるっていう。なるみちゃんは全然いけてる。 っていう感じですあの、うん、それがあのつぶやきでした難しい買うのが難しい人がいるっていうつぶやきでした、うん、まあそうねそうね、はい、でも、うん、一般的にこう何かに誰かにこう何かを選ぶのって好きだけどね私ねそうなんですよねなんかこのその考えるこう過程が好きわかりますわかります,りますこれ喜ぶだろうなーとか思ってるの面白いですよねそんな感じでした <laughs> まあじゃあお父さんそのシャンパンのあのー、何あのー、何 感想を来、はい。来週、来週。ぜひぜひ、お聞かせください、うん。多分絶対まずいって言うと思うんですけど。うん、いや、本当、私、もえ。もなんか結構さ、<laughs> 雰囲気で飲むのものば、ね。そうなんですよ。あ、ソーシャルな飲み物だから、うん、こういうオケージョンにっていう感じなんですけど。うんうん、でも、なんか、あのー、私は自分のお金で五千円払っ。五千、六千円ぐらいなんですよね。うん、もうって日本で。うん だ、うん、から払って一つのボトルシャンパンを買うことは私は多分ほぼないというかこれから一生ないと思うので。まあはい 父も多分同じ意見なんじゃないかな一緒に飲むって感じ。そうそうそう。みんなで集まって一緒に飲む。はい。時間合わせて。あのあれはあるのあのすっごい細いグラスはあるの？ありますありますあります。シャンパン用の。多分ジェイコブグラスもやっぱ大事だよね。そうなんですよ。あそれ上にこう上がる泡が上がるようなものじゃないだったりしますかね。ジェイコブこのこうやって。 パーンって開ける方法を知ってるので、そんなのもちょっとかっこいいやつだ。はいそうですそうです披露できたらなと思います。いいねいいね。ちょっと気をつけてねあのあの太郎ちゃん。あドンベですねドンベちゃんドンちゃんびっくりしちゃうから。いつも太郎ちゃんドンベちゃんびっくりしちゃうから。ドンびっくりするんですけど聞こえてないんで多分びっくりはしないと思います。あそうかそうか。目も見えないし聞こえない。聞こえないんですはいあのはいそうなんですよ。 ぜぜひひ感想をお伝えしますお聞かせください私はですね、昨日ちょうど、あの<ー>ディズニーランド東京ディズニーランドが予約制だよっていうふうにエリカから聞いてたので。 あの予約をしないとあのチケットを今までみたいにウォークインで買えないよコロナ禍でね、うん、だからああじゃあそろそろちゃんとチケットを見とかあの買っとかないとなと思ってであのオンラインその東京ディズニーリゾートの東京ディズニー,リゾートのオンラインに行ってはい、はい、で買おうと思ったんですよね、うん、であの滞在中の、まあ、この辺だったらいけるかなっていうところを選んで、うん、そしたらまだ空きはあったんですよねはい、はい、で であーはーと思って買おうと思ったらこう会員登録をしなきゃいかんとであオッケーオッケーと思ってその海外在住の方用の会員登録があるからその登録し終わりましたその登録するのも、うん、なんかあの最初、まあ、実,家を実家のアドレスで入れて、うん、あの日本在住って形でやった方が、まあ、日本のディズニーだし、ね、な何かと円滑かなと思って日本在住にしたんだけど。うんはいはい 何万回あっても、うん、その番地番地とああのマンションの何とか何とか何号室って書くのがあるじゃん。はいうん、だからその例えば江戸川区ってあって江戸川区の次の,あの住所があってその一番最後に何番の何番の,の何々って書くんだけどそこが何万 何万回やっても、うん、あのエラーです。うん、エラーですなるもね。うん、でえー、全角半角、うん、何と思って、うん、で何、ま、何をどう組み合わせてもそこが引っかかっていかないです、うん、最近。はいはいはい だからもういいやと思って私思うんだけどベンさんも言ってたけどこの日本の全角半角もうちょっと臭くてわわかかりりまますすなんで全部こうまあしょうがないよねひらがなとかがあるからねまあそれを置いといてだからもうじゃあ全部アラベットでいける海外の在住にしようと思って海外在住にしてそしたらすぐ行ったのよすんなりとやっぱり。 ワンパターンしかないからエンタリングがでなんだよと思って行ってログインできましたチケット選びました買いますって時にクレジットカード1枚目入れてでくる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 ってトランアクション中ですってなってあのあのダメですプロセスできませんって来たのでであれと思ってでもう一回同じカードでやってまたくるくるしてやっぱりできませんってなってあれ このカードがだめなのかなと思ってもう一個違うだからビザでやったから今度はじゃあマスターでやってみたってマスターカードでやってだめでそれも2回やってだめでで何なんだこれはクレジットカードだからかそんなことないような大家のディズニーが海外のクレジットカード使えないわけがないと思ってで普通に王道もしかしたらビザとかマスターとかですよねうんうんうんそう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 でもしかしたらじゃあ何 デビットカードならいけんのかと思って、銀行の。うん、で、それを使おうと思ったんだけど、うん、ああ、でも、そうするとなあ、あの為替の手数料取られるんだよな、これと思って。はい,は,いはい、はい、はい。で、それだと嫌だから、うん、や、やっぱやるのやめたのね。うん、で,で、なんでだ。あ。 セキュリティーかなと思って、うん、あの日本のディズニーからのチャージだから日本からのチャージだからアクセスがもしかしたら、ねうん、アメリカだからなんかこう、まま、実際前もって言っとかないといけないじゃんトラベルしますっていうに、うん、あのだからああだからかなと思ってオンラインでアカウント開けてクレジットカードの、うん、そしたら私がやった2回とも最初のカード2回 2>、うん、次のカード2回どっちともチャージされてるのよちゃんと。<え>で,でも瞬時に キャンセルってクレジットバックされてる瞬時にね、うん、だから通ってはいるわけでもうすぐキャンセルバックされてて、うん、もう一回やってキャンセルバックされてて,てうん、うん、何の理由なのか一切わからないでクレジットカラー社に電話しても「うんうん、いや大丈夫ですよあ,のあなたのカードそもそもがあのトラベルリボードカードになってるから」うんうん あの海外で海外からのアクセスは全然問題ないですって、うん、あの大丈夫ですよって言われたから何な,なのか分かんないけどもう嫌になっちゃってもう1時間2時間ぐらい時間かけてたの、うん、それに対して、うん、そしたらなんかすっごい行く気がないってきてあかりますでこれは。うん クーなってことか<ー> <laughs> って思ってきてだんだん、うん、なんでこんなに簡単な Amazon なんてワンクリックでポンっていくじゃん <laughs>、うん、なんならなんかあまだ触ってないのって時に行っちゃうじゃんクリッククリック,ク,クしてなのにディズニーランドの、うん、あのすごくしっかりとしたウェブサイトなんだけど、うん、まあものすごいセキュリティが高いのか。うん 何なのか分からないけどものすごいユ,ユーザーフレンドリーが良くなくてなん、うん、U UX っていうのはい、はい、UX がすごく低くて、うん、でもうイライラしてた私だからもう、うんあのー、その瞬間に子供たちに聞いて、うん、ディズニー行きたいって言ったら、うん、ショーンとアシュリーはもう今まで毎年行く帰るたんびに行ってたから、うん、別に行っても楽しいし行かなくてもあの 全然いいいっててう風に言われてうん、うん、ショーンとアシュリーは、うん、あの特に必ず行きたいってわけではない別に他のところでもいいしみたいなあそうなんですかで、ね、へえ、うんうん、でエリカに聞いたら、うん、あのエリカもいや別にあの絶対に行かなくてもいいみたいな、うんでまあ、エリカはエリカでうちらと行かなかったらなんか友達と行こうと思ってるみたい行きたいには行きたいけど、うん 別にいいよ今回じゃなくても私一人で友達と行けるからで多分私が好きなんだよねディズニーがねおそらくでも何かそのこの何回も何回もやってるクレジットカードの事件でもういいなってでも泣いちゃってものすごい泣いちゃってでも分かるやってる間に フルフルであの日付設定しないで入るのが8400円で1人はい、はい、1> で日付指定してちょっと遅い1時間半遅れて11半から入るのが7500円だったのでその7500円の方を借りたかったんだけど、うん、それがやってる間に売り切れちゃったのあそれもなんか嫌です、ね、でだから焦るじゃん、うん、すごい気持ちも、うん、やばいみんな買ってるみたいな。うん、でなんか、うん もうお金払おうとしてるのに払わしてくれないからもうもういやもうと思ってあの今回はあのディズニーランドに行くことをやめましたって話でした。初じゃないですか？ほぼ初だね。まあの日本に帰るあ初でもない。一回だけ行かなかった時はあった。でその時も。 なんか違うものでお金を使おうって決めたからディズニーに行かなかったんだけど、うん、やっぱり物足りなさを感じたんだよね私の中ではああディズニー行きたかったなって <laughs>、うん、やっぱり行った人ではよかったなだから今回もそう思うかもしれないけど、うん、まあそれはそれ <laughs> 今はあのー、普通に買えないんですね普通に行ってチケット購入するとか、うんあのー、全部予約制なんですよ多分入場制限してるのもあると思うんだけどねうもう少し緩和されたのかなと思ったらまだまだディズニーはあれ入場制限してるんですね、うん 何人入ってるかは知らないよ何人の入場制限かは全然見えないけどでも全部予約してウォークインはできないみたいですよへえわかりましたってことがありましたでも私ディズニーでファストパス事件があったんで前に話した通りアメリカでディズニーワールドの方でだからちょっとんか私も少しあれですね泣ましたねその時はファストパスって金払うんだみたいなうんうん そうだよねフロリダの方はね、うん、フロリダの方は少しビッグ日本もでもなんかお金払ってなんかパス買うみたいな人もいらっしゃるみたいですよね、うん、あ日本もそうなんだ日本も少し変わってきてるって,思って聞きましたけどうん,うんだから少し事前の調べは必要かもしれないですね最近のディズニーはうーそうかもしれないですねということでしたありがとうございましたはい、はいはい、ありがとうございますじゃ次のコーナーお願いします、はい はい次のコーナーですね。独自ミニチュア英会話レッスン。はい、Let's speak English with attitude で。で今日はですね、えー、もうそんなのやってる時間ないのっていう、あのそんなのにかまってかまって,か,まかまってることはできないのっていう感じ。それと白さんがよく言ってるフレーズじゃないですか確かによく言ってるね。私ね、mm. I don't have a time for that? うん、そのの通りそれどころじゃないのっていう感じか日本語で言うとそ,う、ね、もそれどころじゃないのよっていうノータイムフォーダっていうのは、うん、あのいろんなところで <laughs> あの使います、うん、あのそれどころじゃないのよっていうのって結構会話でも使うじゃんでもこう英語にするとさそれに対しての時間はないっていうふうな あの文章じゃん No time for that、うん、でも日本語でそれどころじゃないっていうとさいろんなシチュエーションであるじゃんあります、ね、時間が時間を費やすようなものではないってところもあれば、うん、あの 今それを私がこう気にするところでもないところでもあれば、うん、あのそんなテレビ見てる場合じゃないって時もあればいろんなシチュエーションにそれどころじゃないって使えるけど、うん、でも特に時間を費やすべきものではないっていう意味ではない「うん、それどころじゃない」に対しても「うん、No time for that」って使えるから結構。あの ジョークでアメリカの人は、うん、あの会話で、うん、あの使うことがあってあでもわかるかもしれないはいわかりますななので、うん、うまく説明ができないんだけど、うん、いやそれってその no time for that っていうところじゃないよねっていうのところに、うん、no time for that、ねうん、確かに確かに we don't have a time for that、うん、だからそれが非常に面白いんだけど、うん、でもじゃあ 例をあげようと思って例 <laughs> が例が出てこないんだけど前なんか例えばその誰かの黒人さんとインタビューか何かで、うん、か黒人さんの女の人が「うん、I ain't got no time for that!」っていうのをうまく使っててそれがめちゃくちゃ受けた覚えでありますけど、うん、私はうまく使えないですそそ <laughs> そうそうそうかるかるだからなんか、うん、こうシチュエーション的には、うん、こう例えばね例えばこの あのすごく当たり前のこと、うん、例えばアメリカって4月の15日が源泉徴収税の,あの申告の締め切りなんだけど、うん、もしそこまでにどうしても間に合うことができなかったら、うん、申告を延長のエクステンションの申請をクリックボタン2つで終わるんだけど、うん、それをやっとけば、うん、あの6月とか8月とかまで、うん、あの延長できるんだよね。はいはい、で そ,のあのそれを知らなかったおばちゃんが、うん、あらあなた4月の15過ぎてるじゃない、うん、延長申請しなきゃいけなかったのよっていうことに対して「うん、<laughs> Nobody has a time for that」みたいな感じ <laughs>、うん、なんかそん,なそんなことやってる場合じゃないのよみたいな「うん、なんかいや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 それはそんなことやってる場合じゃなくてやらなきゃいけないんだってば」みたいなねやらなきゃいけないんだよっていう時に、うん、なんかもうあの Nobody has a time for that! <laughs> <laughs> っていうのが、うん、ちょっとこう開き直った、うん、ちょっとこうあのアタチュード、そうですね、うん。ジョークとしても使えま、ね、ちょっと面白い。うん、そうそうそう。ちょっとそういったやつ面白いみたいな、うんうん。そんな時間ないのよっていうのがかなり面白く使えますから、ね、時々ね。<laughs> そうそうそう。うん、そうなんです。はい、なので、No time for that。はい。ぜひお使いください。ありがとうございます、うん。このコーナーはケンブリースポンサーです。 ケンブリーはオンライン英会話のパイオニアでいつでもどこでもネイティブの方とお話しできるサービスになっています。紹介コードの「独舌 DOKUZETSU、OK」を入れていただくと初回15分無料。6月中は初月半額クーポンをもらえるのでぜひ試してみてください。じゃあ今日のトピックにいきたいと思います。はい、今日のトピックは皆ささんが前回、はい、前々回メンションした。うん ママズボーイの作り方ということでマザコンボーイ、ね、の作り方、はい、ハウトゥーをあの、はい、伝授してくれるらしいのでまあハウトゥーとは書いてないんだけど <laughs> なんかどっちかというとこれをするとママズボーイになってしまうよっていう、まあねうん、要はマザコンの男の子ができちゃうから、うん、この15個15個のここ15個の,個個の、うん お母さんが、うんえー、気をつけなきゃいけない、えー、15の things, 15 things.、うん、Moms do that, turn baby into a mama's boy. <S ほほこれをすると、うん、この今から言う15のことをすると、うん、子供があのママズボーイになっちゃうよ。気をつけてねっていう。うん、できますよち,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 なちなみにしろ、シロさんママズボーイに出会ったことありますか ママズボーイに出会ったこと出会ったことはないかも見たことはあるけどねやっぱ映画とかさお友達の旦那さんとかで見たことはあるけど、うんうん、実際私が会ったことはないかも本当ですか私一回あるんですよ、うん、ママズボーイに会ったこと、うん、どうすせ、はい、キンダー中にあそうです何で分かるんですかあ当たり前かそれぐらい言ってなかったそうですあ言いました言いましたっ、うん、なんか、うん、あの最後に会った人 がボーイの方ではい、はい、会話の,あの5割ぐらいはずっとママについて話してて 2>, <laughs> <laughs> 2割があの2割ぐらいが女友達 2> <う>で2割がミリタリーだったんですよ。なるほどでなるほどそれで私には何も質問してくれなかったんですけど <laughs> <laughs>、まあ、ただあの彼のママについてあ,のあれこれ知ったっていう会だったっていう。あんまり なくないですか会話にお母,、ね、お母さんのことをすごい喋ってたの？五、うん、割ぐらい。うん。ずっとなんかうちの母親はみたいな感じで。へえ<ー>。だびっくりしたんですよ。あこういう人もいるんだなと思って。普通あまりないというか,かに話題の母親にすることってほぼないと思うんですけど。うん。まあお互いにそのお互いの母親の話をしてれば別だけどねん。そうですね確かに。でもそんなことも全くなく。 僕のお母さんが僕のお母さんがってあんま言わない言わないですよねってからは普通に「こう仕事はどうしてるんですか?」とかっていう話題で「どこ住んでたんですか?」だったはずなのにいつの間にか「ママは」になってましたねっていうはいまあ大好きなんでしょうね悪いことはないですからね母親が好きというのはそう基本的にやっぱり母親みんな好きなんですよ男の子はでそれはいいんですよ うん、ただたぶんここで言うのはエクストリームだと思うんですよね。はい、じゃあ、うん、お願いします。はい、えー、15位からいきますよ。<laughs> いっぱいある。<laughs> 15位って言うと、なんか5部屋あるから、15個。15個でもね、15から始まってるから、たぶん上に上がってくるんだろうね。はいはい。で、Number 15、rush into save him。だから、一生懸命こう、はい、早くこうてあの手伝ってあの、助けてしまう。はい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 。うん、そう。 だから、あのー、マ,ママはねソフトスポットが常にあるのはわかるんだけど、うん、ま,あかまあ過保護ってことだよ、ねうん、過ですね、うん、失敗しちゃいけないかって守っちゃうんでしょうね先手先手で。守っちゃうし先手先手を引いて失敗させないし、うん、失敗してもすぐこうくる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 ね包んでこうオーバー包んですぐ直しちゃうし、うん、痛い思いしないようにみたいな。うんうん うん、いますね、そうすると子供は何も自分の力で解決できないこになってしまう。はい、なんかね入ってたよあの、うん、お母さんは、うんあの「you are his light, his dark,、うん、his food source, his comfort,、うん、his be all and end all」だからなんかもう嫌われても好かれても常にこう なんていうのこの気象点じゃないけど光にもなるし闇にもなるしごはのもとにもなるしくつろぎを上げるもとにもなるし、うん、でも結局のところこうあの守ってはいけないって感じ失敗をさせてあげましょうって寄り添うけど守ってはいけない感じで,で次が。次 undermine that relationship with baby ってことで、うん、要はお父さんもすごくインポータントなんだけれども。要はお父さんがあのこう強く。例えばしつけをしている時とかに、うん、あのお父さんがこれはやっちゃいけない。これはダメだっていうことを。うん アンダーマインしちゃう。だから、そうは<ー>お父さんの言うことを聞かなくていい、みたいなことになっちゃうわけですよ。はい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 。だおとん、うん、おとんのあれも利用しなきゃいけないことですね。おかんだけがこうやって、あー、かわいそうに、うかわいそうに、お父さんの言うことなんて聞かなくていいのよ、とか言ってはいけないってことですよね。うん、そ,うそうそうそう。うん、だから、お父さんが、あの例えば、飴が欲しいって言って泣いてる時に、うん お父さんが、No, it's past your bedtime. You're not gonna have it. って、うん、言っても、Why、oh, I want this! って言ってるときにお母さんが、ちょこって後ろからね。うん、ちょっと、あげちゃうわよ <laughs>。ちょっとだけあげる。<laughs> ちょっとだけよ、うん、って言ってやっちゃったりするのだめなんだ。絶対にダメなんだ。<laughs> はい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 。 でそうすると結局あの男の子は、うん、お父さんに対してのリスペクトを失ってしまうので男の子が同じおうちの男の人に対してリスペクトを失うっていうのはよくない結局はなんか,か Woman's Run the World みたいなね、うん、結局はなんかお父さんの意見なんて関係ないんだこの家ではみたいなこの世の中ではみたいな確かに確かに、うん、はい <laughs>、はい、で、13番が、はい あのー、<laughs> ファース・トゥ・ーマッチ・オーバーブー・ブーっ,ってこれはあのー <laughs> 子供がちょっと転んで怪我をして泣いてしまったって時にお父さんはパンパンって泥払って「ああ、いやオッケーレッツゴーバリィ!」って言うとその子はこうちょっと涙を拭きながらこうまた遊びに行くんだけどあのお母さんが「まあどうしましょうオーマイガーだ、ベイビー!」みたいなうん、うん、ドラマクイーンみたいになブー。<laughs> おーみたいな感じでこう、うん、Lemme get your band-aid, it's all better! みたいなっち感じで、そうするともうあの非常にあのかよわいこになってしまうとう。よく見たことある風景、海外では。<laughs> すごくあるよね。かなりかなり。うんな 割合的にはよく日本人という何かやっぱり日本人っていまだに結構男性が強くないといけないみたいなこの文化があるじゃないですかだからなんかメインアップみたいな感じの部分もあったりなんかして男の子なんだからみたいな感じのしつけの仕方だったりするんですけどアメリカはそうでもないですよね なんかこのあのすごくこう甘やかして育てる人はかなり甘,い甘やかして育ててるなって思いますけどね。びっくりしちゃう。なんかあの私なんてほら子供がスポーツやってるじゃない、うんうん、だバスケット、ねうん、サッカーって女の子の時はあんまり <laughs> やっぱ見なかったけど男の子、うん、これも、ね、性の差別だからよくないんだけど。うん でもやっぱりあのショーンがバスケットとかサッカーやってる時にまだちっちゃいちっちゃいと言ってもどれぐらいだろうなそんなにちっちゃくないよ、うん、4歳5歳ならわかるけど、うん、もうなんか小学校の高学年みたいな感じ、うん、で <laughs> 本当にあの痛い時はもちろん泣くよね子供だし、うんうん、それはいいんだけどごめんね <laughs> あのちょこっとしたことでこう泣く子もいるのよね。うん ちょっとぶつかって「はぁはぁ」って泣くとかちょっとぶつかって「あのはうはうってもうコーチ僕ちょっとタイムアウト」とかね、はい、<laughs> なんかそう,そういうのでこっちから見てても、うん、あのじゃあスポーツやんじゃねえよって思うぐらい、うんうん、なんかあのピアノとかね、うんうん、絶対にこう人とぶつからないようをしてればいいのに,に,にあのものすごくエクストリームに泣く子とかがいて。うんうん であのそれに対して泣いてる子供に対して私なんかイヤイヤするんだけど、うん、その子に対してそのお母さんとかは「うん、<の> It's okay baby!」 アンラッキーなんだ。アンラッキーってこういうふうに使うのみたいなあなたのせいじゃないのあなたじゃないのアンラッキーだったから大丈夫大丈夫みたいな使い方どうなんでしょうねいやアンラッキーではないこれはもう非常に起こり得るものみたいな運の問題ではないね。運ではないバスケのボール持ってる以上ディフェンスはくるアンラッキーではないと思う <laughs> そう、うん、やっぱりこうなんかこう妄想に走るんだろうね何、はい、だろうね分かんないけどねうんうんでも多いとは思うすごくこうもともとはやっぱそういうのに対してねアメリカ人のお母さんたちってあの普段のリアクションからしてかなりオーバーリアクションじゃん,んいろんなことに対してだから日本人ってあんまりそこに対してこうあの すごいリアクションしちゃうともっと子供がリアクションしちゃうからってことで、うん、あんまやらないじゃないあちょっとそれはそ、ね、痛そうだなと思っても、うん、痛そうって親がすると、うん、子供はなんはもっと痛いって思っちゃうから、うん、あのあうんうんうん大丈夫大丈夫いけるいける、うん、ちょっとバンってなと思っていけるいける。<laughs> 気持ちを同じようにこっちがこうリアクトしちゃうと子供がもっとこっちにリアクトしちゃうからっていうのはなんかよく言われた気がするけどそれとは全く逆に。こペアリンティングがありますからねあの、うん、海外には。だからあ仕方ないって仕方ないんでしょうね。うん だと思うでもなんかそこら辺って結構タフネスでちゃんとタフに育てられた子と育てられてない子って多分、うん、あのよくなんかほっといてる子の方がなんかちゃんと育っていくみたいなこと言うじゃないですか。でなんか過保護に育てた子の方がなんかこう折れやすいというかそれの話になってた時になんかあの。 最近聞いてたポッドキャストがあってそのポッドキャストがあのアメリカンライフって結構アメリカですごい有名なポッドキャストなんですけど、うん、そこであこうマスシューティングをやるあの子供たちは、うん、あのみんな結構メンタルヘルスの問題だって言っている方が多いんですけどサイアクテュリストあのサイコロジストとか、うん、サイアクテュリスト、うん、サイキア なんでしたっけ、最近、なんとかやりますじゃないですか。す <laughs> もう一個の方あのスペルかけないやつです、ね。<laughs> そうもう一個のほう、も精神科医の方、ね、プロフェッショナルな方が。うん、いやでも、それは、あの正直、そういって、カテゴリーできないと。メンタルヘルスっていうふうに、カテゴリーできない。うん、ただ、うん、怒っている、ソサ斎ティに怒ってるっていう。 子供たちがが、うん、感情ののままに動いているっていててるうことのパターンの方が多くてだから病院に入れられないらしいんですよ。このダイアグノスできなくて、うん、判断できないらしいんですよね、うん、彼らにとっては危ないと判断したとしても、うん、あのそれをこの警察に渡したら警察は普通だってって逃がすぐらいなんで、うん、なんかそのフェイスブックに「殺してやる」とか書いたとしてもあの、まあ、精神的にただ怒ってるだけっていうなんかカテゴリード語になるらしいんですけど、うん、だからそれを聞いた時になんかこう。 あのタフネスで育てられた子は大丈夫とか頑張れとか大丈夫とか言われた子とまたこのすぐ折れちゃう子ってなんかこうどうやったらうまくそうならないようにできるんだろうなとて思っただけです。ね、本当だよねなんかこうでも 難しいけどやっぱりあれなんだろうねやってあげちゃいけないんだろうねきっとだ、うん、ナンバーワンは親がやってあげちゃいけないんだろうね何でもかんでもやっぱりやらしまずはやらしてみて自分で、うん、なんかそんで折れたら折れ,折れ,折れ,折れ刺すんか不条理さ折れ刺して折れ刺してなんとか持ち上げるみたいな,ね、うん、なんかこうせ、うん、社会の不条理って毎回起こるじゃないですかもう社会なんて理不尽の塊だからなんかこうそれを、うんうん 子供の頃から分かってるのと。あの、うん、何もわからないで守られて育ってきた子って。うん、多分、なんか一回理不尽なことが起こると。うん、なんかこう、どうしてか分からなくなっちゃうと思うんですよね。うーん、そうだろうね。うん、だから、すごくエイプリーみたいな。 って言ってたんですけど。そうそうそう。だって、結局はさ、レッグをすることを覚えなきゃいけないじゃん。うんもうどんだけ怒ってたって。あの、怒ってる間、ずっと一番、何を傷つけてるかって自分なんだよね。怒ってる間、自分が集中できない、イライラする。だから、健康にも悪い。で、なんか、こう、常に何があって。私がイライラすることで。あの。そ、イライラすることで、私が。 ミリオネはななれないじゃん例がすごい極端だけど、うん、なんかあのこのやっぱりそのなんかこう人間の器って、うん、こう感謝することができる人であればあるほどうん、うん、人間の器が大きいっていうじゃない、うんで。それはなんかすごく理解できるんだよね、うん、っていうのもそういうちっちゃい時からあの。 どうにもこうにも自分がどれだけ頑張ったって、うん、登れない登れないなんだろうなあの障害はあるはずな、ねうんだけどこまで練習したって、うん、100m 走が9秒切らないとかねどこまで勉強したって、うん、スペリングテストが彼よりもうまくならないとか、うん、そんなんもう繰り返しじゃん。うん、でもも多分そ,のあのそれをするしながらも、うん そ,そうである自分がスペリングテストが彼には負けたけど、うん、でもあの何て言うんだろうまあそれはそれ、うん、っていうところのその開き直り、うん、でも僕頑張ったし、うん、1>, 1週間ずっと頑張って勉強してここまで来たし、うん、みたいな、うんうん、だからなんかこうそういうところを親ってよ言ってあげたら。 いいいつもいいんんだだろうなって思うな思よね結果じゃなくて、うん、そのプロセス、うん、その結果はこうだったもうそれはもうどうでもいいと、うん、その1週間毎日毎日1時間ずっと頑張った君がえらい、うん、うもうそれはもうえらい、うん、<laughs> だからいい結果はいいっていうふうにだからそれがなんか親がまたあの子に負けてみたいなことを言っちゃうと多分。 結局は、その子はもうそれ以上僕はこんなに毎日何時間も勉強して戦いに挑んだのに彼に負けたのにお母さんは負けたってまた怒ってるって言ったらもう彼にはさそれ以上どういうことをどういうソリューションを出したらその、A 君に勝てるのかがもうわからないわけでこんだけ勉強してこんなに頑張ったけどっていう。 そうすると多分すごい精神曲がっちゃううと思うんだよね、うん、つ辛くて、うん、だってなんとかお母さんをこうハッピーに馳せたいと思ってもどうやったら A 君に勝てるかはもうこれ以上分からないから、うん、だからこう常になんか子供を褒める時とか怒る時って必ず結論、うん、結末論じゃなくてそのプロセスに対して褒めるようにしないと伸びないらしいのね。うんうん だかからなんかお小遣いとかあげるのすごいいい例みたいではい、はい、私もこれね誰か誰かの TED トークで聞いたんだよね TED、うん、トークで聞いてからほうと思ったんだけど、うん、お小遣いってよく100点取ったら10ドルあげる、ねあね、とか、うん、あの次の,あの例えばその,あの何あのなななんでもいいんだけど、うん、次の試合で。 あなたがサッカーで3点ゴールしたら、うん、あの焼肉あげるねとかさ、うん、なんかいろいろあるじゃん。うん、でそういうお小遣いにしてもご褒美にしても、うん、なんか結果にしてしまうと、うん、子供って伸びないんだってははい、はいであのそのじゃあ同じ設定をするときには、うん、その100点取ったらあげるねじゃなくて、うん、こっから2週間前に1時間、うん、1> この数学のこのお勉強をしって しっかりやっ,てやっていけたらあげるねとかサッカーの試合いついつあるね、うん、じゃあそこまでの1ヶ月の間休まないでずーっと練習に行ったら焼肉食べに行こうねとか、うん、なんかそういうプロセスに対してのご褒美にしてあげると子供には分かりやすいらしいの、うん、すごく。確かに。でその結果100点取れたその結果 サッカーで点数取れただ、うん、だといいんだけど、うん、なんか結果に対してのご褒美にしちゃうと結局は結果が全てになっちゃうし、ね、確かに確かに、うん、だかそれ聞いておーいいこと聞いたと思って結果はだって努力しても報われない時はありますからねそうなの、うん、そうなのだからそうするとほら努力は報われなかったっていうのは対対,対結果だからじゃん、うん、でもここまでやりきったってことがゴールだったとしたら確かに もうやりきった感あるから自己肯定抜群じゃ確かにその通りだ。うん、だから結果にだ,だけに100%にしちゃいがちらしいんだよね、うん、親が。うんうん、でそうするとやっぱり自己肯定低い子とかになっちゃうみたいで。じゃあある程度このまあ見てあげて。 毎日こうやってアカウぼトになってやってる頑張ってるっていうのを褒めてあげる方が結果をもと褒めてあげるよりもいいしできるだけ彼、うん、この子供たちに考えさせた方がで選ばせた方がいいしってことなんですね、うん、だから自立こう,う自分で頑張れるっていう力をつけてもらわないといけないんです私子供っていないんじゃないですかだからなんか分かんないんですけど、うん、そういうあの。 そのかサ,イサイアクトレストの方が言ったのはやっぱ自分のソーシャルステータスが学校でよくないとか、うん、あのいじめを受けてるとかうん、うん、自分はこうあるべきなのにこうじゃないっていうことに対して怒りみたいなのがあるらしいんで、うん、そんなのどうやったら怒らない子に育てられるんだろうなとは思いましたけど。うん、ねそれはないだろうね、うん、思春期のの一つの ね通っていく道だからねこう思春期ってなんだかわかんないけどホルモンバランス崩れるからもう軌道変えるが激しいじゃんそうですよねでもそこまで行ってしまう人としてしまわない人がいらっしゃるからだかやっぱそういうなんかこう日々のあれも大事なんでしょうね家庭を褒めてあげるとか私は結構会話だと思うけどね友達とか親とか信頼してる人とのそういうなんかこうあの 腹割りトークっていうんですか、うん、なんか最近私なんだかわからないけど気持ちが落ち込んでてどうしていいかわかんないんだよねとかさそんなことを言える、うん、あのやっぱり相手がいると大丈夫なんじゃないかな、うん、と思うけどね確かに、うん、でも何にも誰にも言えなくてもんもんしちゃうと多分絶対こう腐ってって変な方向に行っちゃうと思うけど確かに確かにうん、うんうん、やっぱりなんかコミュニケーションが私は結構子供と親と親子供同士とかお友達同士とか、うんうん コミュニケーションって多分心のよりどころだったよりどころで心のこのあの健康うんじゃないかなって思うけどねうんすいませんね話がずれちゃってちょっと話がずれましたちなみにあの全然大丈夫ですトップ3は何だったんですかやっては十五から始まったんですもんねトップ3はそうそう知らないからねあのトップ3はねえっとねちょっと待ってねでその中の一個あるのはいなんですか ツインみたいに、はいはい、おかんとおおおあの息子が同じ服とか着るのはやめましょう。あ双子みあとなんか、うん、ナンバーファイブが「うん、Make him afraid to be without you」だから「うん、Are you okay without mommy?」みたいな。はいはい。うん「<laughs> Will you be okay without mommy?、ま」っていうのは。うん よくない。そんな教育をしてるからあの一人のお使い、おつ一人でお使いがチャイルドアビュースって言われるんでしょうね。虐待だって言われるんでしょうね。全然そんなことないのになんかやっぱそうおも思っちゃうんでしょね。そういう教育感の中にいるとだって I'll be okay w i t h mommy ですからね。Mommy will be right back. Can you hang out for like t minutes without mommy みたいなさ。だめだろね。 <laughs> で、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、ナンバー3。ナンバー3が、はい、Don't let dad rough house with him。だから、お父さんと息子でこう、うん、わちゃわちゃこう、ちょっとなんかレスリングとか、うん、ちょっとこう、ボール投げ合ったりとかって、うん、やっぱり、わんぱくお父さんだと、あのやっぱ遊びもわんぱくなんだよね。わ、うんぱく、まあ、お父さんじゃなくても、お父さんと息子の。 遊びの時間に対してちょっとうるさすぎるわよとかちょっとそれは乱暴すぎるわとかそういうのを言わないとやらしとけと音に。お父さんそんな感じでした私にもめちゃくちゃラフでした。そう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 。それが 3:No.3 ー n d プ o イ p l a y Favorite。 息子だからこの「He's my favorite」とかそういうふうに言っちゃうこと「He's my sweet m a m a s boy」とか言っちゃうこと聞いたことあるそれもれず聞いたことあるな、うん、そうなんかもうこの子はね私の大好きな息子なのとか、うん、そういうのを言っちゃうのが本当によろしくないと、うん、なんかちっちゃい時はいいんだろうねきっと、うん、嬉しいじゃんはい、はい、でもそれをなんか 書いてあるのは、全員に言うのはいいと子供たち全員は,いはいはい。うん、でも息子だけに言うのは、うん、あのダメです。うん、でまあある程度大きくなったら、うん、そういうのもやっぱりこうインプットされちゃうからダメです。うんはい、でナンバーワンははいナンバーワ、はいはい、ンバーはあのいママがね、うん Mom thinks マママママ自体が自分の息子が、うん、ママズボーイってあることに対して、うん、い,い,いいんじゃないって思う,てう。はいはいはい。ここはだって私の息子だしっていうあ、まあ。自分の子供が愛い,い自分のこと慕ってくれてるって嬉しいことではありますからね。 そ,うだからそれが一番良くないとでも多分これナンバーワンが私一番こうんだろうな,、うん、神,髄な神髄だと思うよママズボーイ育ててるお母さんが、うん、あの本当にそうしたいんだと思うんだネネララなんんだ。うんうん、ネそう思ってるとやっぱ絶対なるよね,そうですねママズボーイ。 なので皆さんねあの別にママズボーイをあの作りたいって思ってる人はね <laughs> まあそれはそれ、はい、あなたの子供ですから、ねまあ、でもやっぱりこう後々ね自分一人で生きていくことを考えると母親は先に死んでしまうからねやっぱりねその後残された息子さんかわいそうじゃないですかお母さんいないと生きていけないみたいな人間だったらね だからあの健康的なあのお子さんを作りましょうね、皆さん。はい、頑張ります。メンタルにもフィジカルにも健康的な。<laughs> 確かに。なんかもうずっとそれを聞くたびに、え、はい、リかの元彼を想像している私がいるというか、<laughs> <laughs> ああ、そうだった、ああ、そうだったとっっいやではんとひどか。っった。た。ほんとにひどかうーん

悩んでいますということで<う>私は人の目や意見を気にしすぎることに悩んでいます毎回第一印象は怖そうと言われ、うん、無言の状態でも怒ってそうで怖いと言われるのでそれを言われた日から怖いイメージをなくそうと毎日無理して相手に話しかけて無理して笑っています結局つこらわない自分を一度でも出してしまうと怖いイメージを抱かれます 自分を繕った状態は非常に疲れます。皆自分の感情を抑えたり、うん、本当の性格をうって人間関係をうまく向き合っているのは分かります。しかしそういう周りに合わせるといったことを強調されているのは日本だけではないかと思いました。そこでお二人に質問です。お二人は日本にいた時、周りの目は気にする方でしたかそうであったならばアメリカに行って気にならなくなりましたかこういった性格はアメリカでもよく言いますか日本だけだと思いますか お二人の体験談を聞かせていただきたいですということではい人の目を気にしすぎてしまうリズナーさんからの質問ですどうですかね成みちゃんはね <laughs> うーんうーん私は気にしすぎてた人ですどっちかというとうんやっぱ人間人間関係を円滑に進める場合あの損なんすよね ちょっときつく見られてしまうのが、うんうん、だからどっちかというとあの気にししてましたよねそのどういうふうに自分が映るのかっていうのは相手の目に、うん、やっぱこう、うん、かなりの平和主義なんであんまりこうアーギメントとか得意じゃない。 コンフロンテーションとか苦手なタイプなんでうん、うん、でそれでこの作ろうことでそれが解消されるんだとやってましたよね、うん、普通に白 <laughs> さどうですか気にしてましたね、うん、多分でも思春期ってみんなそうくないですか、うん、だと思うんだよね、うん、あんまりこう もうどう思われてもいいやってこの人にはどう思われてもいいやっていうのを、うん、私でさえ別に今そこまでの強さは持ってないしね。本、うん、本当に本当にに、うん、別にそ真っ向から一生懸命好かれようとはしないけどでもなんか普通になんかこう。 あの最初なんつうのかなもう本当なんか最初からめちゃめちゃなんか「I don't care what you think of me」みたいな感じでならない、ね、<笑><笑>本当に本当にやっぱりこう社交おじで作ろうしだから本当にこにお付き合いのママさん同士のお付き合いとかそのスポーツのクラブのお付き合いとか本当疲れるんだけど、うん、<laughs> 作んないといけないからそうで,す、ね、でもそれは何か。 うん、どこ行っても私日本人のグループでも、うん、アメリカ人のグループでも、うん、やっぱり喋る人はしゃべるそういう風にこう、うん、雰囲気を盛り上げようとか、うん、あの話をあのしてくれる人ってやっぱりいるし、うん、その反面全く喋ゃんない, <laughs> いますね。ね なぜそこにいるんだろうかなとっていう。いらっしゃいますいらっしゃいます。人もいるし。だからんかこうアメリカだからっていうのはないような気がしてる。アメリカにも日本にもあると思いますのんか同じようなことが言えるような気がするんだけどな。ただ。 だからジェイコブもエリカも高校行ったフェイクピーポーしかいないみんな、スチューデントみんなフェイクだっていうのは多分それだと思うんですよ。自分をよく見せたいとか自分をよく思ってほしいっていう感情があるからみんなちょっとフェイクな顔を作ろうって,っていうのはだから結構アメリカでよく言われる言葉かなと思うんですよね、フェイクって。だからあの日本にいる日本にしかいないって思うかもしれないですけどアメリカでも全然あるうん、うん、あると思う。 うんうん、多いと思う、すっごく。アメリカ、お二人は日本にいた時に、目は気にする方でしたかさんは気にする方私は気に,する方気にする方でしたか、ねうん、そうであったならば、アメリカに行って気にな,か気にならなくなりましたかアメリカに、アメリカに来て気にならなくなったっていうよりも、うん、私は多分、年齢とともにあ同じです、ね。同じですね。本当にその通り。うん ななんかどううでもよくくっていくところはありますよねそうやっぱりほら、うん、あの価値観とか変わってくるじゃないですか、うん、その時その時に一番大事なものって変わってくるじゃないですかね、うん、やっぱりね、うん、なんかもちろん学生時代なんて学校のクラスの中にいるお友達がもう私のエンタイアワークでね,、うん、ねでもやっぱ大学に行って留学していろいろ状況変わって年齢が上になるとともにやっぱその時その時にやっぱりこう。 一番価値を感じるものって変わってくる、ね。はい、うん。でも、今なんてもう別に、私はもう家族が全員幸せで健康なら、それでいいだけの話,、うんうん、話なので。うん、あの、あなたに、私は嫌われようが。一 <laughs> ミリもね。<laughs> 私の家族。私の家族は一ミリも。関係ございません。一ミリ。 私の家族にでもそれがんか家族に関わるとかあったら頑張るけどにそれこそ本当バスケのチームもサッカーのチームも子供に関わるから一生懸命社交的にしてるけどそうじゃなかったらもう別にいいですってなるからだからやっぱりこう疲れちゃうよね疲れちゃうのはみんなあると思うみんなあると思いますねそれが日本だからアメリカだからとか高校生だから大学生だからとかではなく社会人でもなるけど でも社会人のいいところってその小さい世界じゃないじゃないですか結構もう少し大きな、うん、広い世界で,できるあの生活できるから会いたい人、うん、会いたくない人結構ちょっとあのうまく調整できたりするのが、ね、社,社会人でいいなって思うところ、うん、確かに7個目私は結構あの気にしいだったんですけど社会人になって楽になったんでだから、うん、多分もし気にしいい学生さんだったら 多分あの社会人の方がまた楽ですよって思いますけどね。うん。こういった性格はアメリカでもよくいますか、日本だけだと思いますか。最後の質問。だからどっちも。どっちもいます。はい。うん。いますいます。はい。もう普通に多分いると思います。うん。じゃみんな。なので。でも。まあ。いいように見られる、第一印象がいいことに越したことはないですからね。いや、でもね、意外にね。第一印象って。うん。 なんか私もたぶん10回中5回ぐらいは、うん、まあ半分ぐらいの割合何がでだから半分ぐらいだから2人会えば1人って感じで,、ねうん、ですっごい第一印象いい人、うん、でほとんどの場合あの後々にとてもディサポイントしてる私あ,あれこんな人だったんだはい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  うん、なんかあまりにもこうあのすごくよく見せようってしてたのか分かんないけど、うん、だから第一印象がものすごいいい人たちは今すごくどっちかというとちょっと警戒する方ああはい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 、うん、どんな人が第一印象がいい柔らかい人とかですか物腰が、うん、いやもうそれはなんか人それぞれだけどうん何か何とも一概にこうポンって言えないけど、うん、あの 私結構すすぐ人信用しちゃうんですよバカみたいに、うん、でそれで何回も傷つくんですけど、うん、で今でもそうなんですよ私、うん、で今でもなぜすぐ信用するんだろうかって思うんですよ変わらないんですよねそ質ですから、ね、そだから自分でそう,こうちょっとちょっと距離を置こうってこう思うようにしてるだから例えばその初めて会うあの 人たちが入ってくる、うん、そのママさんのいろんな集まりでも、うん、あのすごいこうトン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 会話がはこ運ぶ人がいたとして、うん、であのとってもこうね楽しいからって言ってこう、うん、じゃ次にまた2人で会おうよなんて言われるとするじゃない、うんうん、でも多分昔の私はそうだね会おうよなったと思うんだけど、うん、今は あの団体で34回ぐらい会ってあ<ー>ちょっと石橋踏んでからじゃないと1対1では会わないああ面白いんですね確かにそうそれでねちょっとさい、うん、最近というか12年前ぐらいにそんなふうに会ってったらすごく疲れたことになったから恋愛みたいな友達作りですね一対一を混んで会ってみたいなねな <laughs> 3回ぐらい友達だっるとねもう 性格のねなんて言うんだろうね非常にこのあの尖ってるところが出てくるんまたババいはいわかる一回10代20代ぐらいで削られたんだけどね日本でねでもやっぱ30代後半以降なってくるともうどうでもよくなってくるから出てくるのよそのいろんなところが癖みたいなのがそう尖ってるところがだから私もやっぱりこんだけ私がやっぱりこう 人を信じやすいのともともとが私おせっかいだから、うん、すごいテーカーの人が来るとギブギブしちゃうわけです、うん、無,意識無意識に私が。うんうんで て気づくとなんで私こんなに空回ってギブギブしてんの私の時間と私の能力と全部の努力を彼女のためにしかも私この彼女とまだ1か月しか会ってないみたいなねだからそれはもうやめたあはいはいはいちょっと自分の傾向と対策を踏まえた上で行動できるなったうそ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 うあの How to Deal with s h i っていうもあるから。 がトラブルシューティングトラブルシューティングがあるから <laughs>、ね、ああこれは何百ページの A 項目だからっていう、うん、そうなのそう,そう,そうなのんか空回りしてる気がするっていうページがあるから <laughs> <laughs> よく見てみるんだ詳しく見てみた <laughs> 見て<る>ああこういう傾向のこういうやつだからかこれかはい、はい、これだか <laughs> <laughs> でも確かに後ろさん正しいと思いますちょっと印象悪いかなっていう人は イコール不器用な人も多いから不器用な人って結構優しい人が作ろうえない素直な方とか多いから、うん、まあ、うん、怖いでいいんじゃないですかって感じですよね。ってに,、うん、にいいと思うよ、うん、そんなふうにして自分らしくいないと確かに結局なんかそれに興味を持ってくれる人が本んの友達です。はい ねこんな一生懸命ねかぶったって、うん、また疲れる友達が来るだけだからさそうですね確かに、うん、怖そうだねって思われてたらいいんだよ、うん、それで怖そうだねって思われといて、うん、<laughs> 本当にあの100人の知人より1人2人の信用できる人ですからねそうもうその通りなのよもうキャラ幅 A 面でそ <laughs> その通りもそんな100枚いても意味がない。<laughs> の <laughs> も一個あればいいからね。一個、一二、うん、つぐらい二つぐらいあれば、ね、本当にその通り。うん、でもなんかで、ね、でもそんなぐらいしか出てこないからね、人生長く生きて、ね、本,当本当に付き合っていける親友なんて、うん、本当に一人二人そんなもんだからね。確かに確かに。なんかあの別件なんですけど、白さんがキャラハバネイメンって言ったから思い出したんですけど、うん、あの参加される方が。 あの、私ち、うん、の公開収録に「キャナーバーメンでメンって言いたいんです」とか言って。<laughs> <laughs> <laughs> それを掛け声にしてほしいんですって来たんですけどちょっとそうなってくると宗教団体になっちゃうから <laughs> ち,ょちょっと怖いねちょっと怖いからやめようと,とあのジョークで言ってるわけだからね本気にこのあのあ台湾になっちゃうと <laughs> 思いっきり宗教,宗教になっちゃうからなのであのそれはもしかしたらやらない方向性でいきたいと思います <laughs> はい<う> <laughs>、はい、ありがとうございました あの、はい、それが,ありがとう今日の質問でした。ぜひ、自分らしく、はい、入れるような対策をして、はい、本当に,本当に、はい、信頼できる人一人,人を見つけましょうということで、はい、終わりたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。Thank you so much for listening. ありがとうございました。はい、I hope you're having a wonderful day. Please follow us on the podcast. We w i l l see you in our next podcast. Bye! Bye-bye!